1年間を振り返ると、大変な心の痛み、苦しみが続いた年ではなかったかというふうに思っております。今、喫緊の課題は住民の方々一人一人の暮らしを早く取り戻すということが必要だと思っておりますんで、公営住宅の建設、あるいは復興住宅の建設、これをやはり急いで進めていきたいと、そういうふうに考えています。本格的な復興は、今年からだというふうに思ってますので、住民の方々の暮らしを取り戻すということと同時に、やはり雇用の問題がありますから、そういう意味では産業の再生というのは急ぐ事業ですので、雇用を創出して若い方々をいかに定住化進めるかということが、これからの今年の課題になると思います。幸い、この工業港、臨海工業地帯に立地している企業の方々は、ほとんどが石巻で再建して、今、おそらく6割から7割方、復興しているんじゃないかというふうに思っております。一方で、水産加工業の工場、かなり普及が遅れてますので、復興再建している企業の数は少ない状況にあります。そういう意味では水産業界の再建というのはこれから大きな課題になってくると思ってます。一番心が痛むことは、震災孤児、要するに両親を亡くした子どもさんたちが40数名いるということと、どちらかの方は親の方を亡くされた、震災遺児の方が、200数十名いるという状況ですので、未来の石巻を担う子どもたちのこれからのですね、支援が私どもとしては一番必要ではないかというふうに思っております。大事なのはやはり心のケアとかですね、それから、その子たちを支える環境をどうやって作っていくかということが、これからも必要だと思っておりますので、学校教育だけじゃなくてですね、周りでどういうふうにサポートしていくかということを、今からこれからもしっかり考えて、支援体制を取っていかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。